宮沢賢治作山梨小さな谷川の底を写した2枚の青い幻桃です15月2匹のカニの子供らが 青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ。クラムボンはカップカップ笑ったよ。クラムボンは跳ねて笑ったよ。クラムボンはカップカップ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井を つぶつぶ暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクラムボンは笑ったの知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らもポツポツポツと続けて五六つぶ泡を吐きました。 それは揺れながら水銀のように光って、斜めに上の方へ登っていきました。ずーっと銀の色の腹を翻して、一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。クラムボンは死んでしまったよ。 殺されたよ。それならなぜ殺された兄さんのカニはその右側の4本の足の中の2本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたつーっと戻って下の方へ行きました。クダムボンは笑ったよ。笑った。 にわかにパッと明るくなり日光の金は夢のように水の中に降ってきました波から来る光の網が底の白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました泡や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました魚が今度はそこら中の金の光を まるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また、神の方へ登りました。お魚は、なぜ、ああ、行ったり来たりするの弟のカニが眩しそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしてるんだよ。取ってるんだよ。取ってるの うんそのお魚がまた神から戻ってきました今度はゆっくり落ち着いてひでも尾も動かさずただ水にだけ流されながらお口を輪のように丸くしてやってきましたその影は黒く静かに底の光の網の上を滑りましたお魚は。 その時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光りのまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんの蟹にははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに、魚の白い腹がギラッと光って一変ひるが翻り、上の方へ登ったようでしたが、それきりもう青いものも、 魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。二匹はまるで声も出ず、いすくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたいブルブル震えているじゃないか。お父さん、 今おかしなものが来たよ。どんなもんだ青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たら、お魚が上へ登っていったよ。そいつの目が赤かったかいわ、わからないうーん。しかし、そいつは鳥だよ。 カワセミと言うんだ。大丈夫だ、安心しろ。俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの魚かい。魚は怖いところへ行った。怖いよ、お父さん。いいいい、大丈夫だ。心配するな。そら、 カバの花が流れてきた。ご覧、綺麗だろう。泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよ、お父さん。弟のカニも言いました。光と網はゆらゆら伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。 二、十二月カニの子供らはもうよほど大きくなり、そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな丸石も転がってき、小さな霧の形の水晶の粒や金雲母の欠片も流れてきて止まりました。その冷たい水の底まで、 ラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り天井では波が青白い火を模したり消したりしているよ辺りはしんとしてただいかにも遠くからというようにその波の音が響いてくるだけですカニの子供らはあんまり月が明るく水がきれいなので眠らないで外に出て しばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていましたやっぱり僕の泡は大きいね。兄さんわざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おやたったそれきりだろ。う。いいかい兄さんが吐くから見ておいで。そら。ね。 大きいだろ大きかないや。おんなじだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に入ってみよう。いいかい空。やっぱり僕の方が大きいよ。本当かいじゃもう一つ履くよ。ダメだい。そんなに伸び上がっては。また お父さんのカニが出てきました。もうネロネロ、遅いぞ。あした、イサドへ連れていかんぞ。お父さん、僕たちのはどっちが大きいのそれは兄さんのほうだろう。そうじゃないよ。僕のほう大きいんだよ。弟のカニは泣きそうになりました。その時、 飛ぶん黒い丸い大きなものが天井から落ちてずーっと沈んでまた上へ登っていきました。キラキラっと金の武士が光りました。かわセミだ子供らのカニは首をすくめていました。お父さんのカニは遠眼鏡のような両方の目を あらんぎりのばしてよくよくみてからいいました「そうじゃないあれはやまなしだ」「ながれていくぞついていってみよう」あ「ああいいにおいだななるほどそこらのつきあかりのみずのなかはやまなしのいいにおいでいっぱいでした。 三匹はポカポカ流れていく山梨の跡を追いました。その横歩きと、そこの黒い三つの影帽子が合わせて六つ踊るようにして、山梨の丸い影を追いました。まもなく水はさらさらなり、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は 横になって木の枝に引っかかって止まりその上には月光の虹がモカモカ集まりました「どうだやっぱり山梨だよよく熟しているいい匂いだろうおいしそうだねお父さん待て待てもう二日ばかり待つとね こいつは下へ沈んでくる。それから一人でにおいしいお酒ができるからさもう帰ってねよおいで親子のカニは3匹自分らの穴に帰っていきます波はいよいよ青白い炎をゆらゆらとあげましたそれはまた 混合石の粉を吐いているようでした。私の言動はこれでおしまいであります。